熊本県小国町の教育委員が3人辞職、その背景には童話があるんじゃないかというような記事をですね、この自転車のサイトで書きました。下の概要欄にアドレス貼っておきますので、ぜひ記事読んでください。で、内容についてはね、もう記事を読んでいただくことにするんだけども、まあ、僕はね、ちょっとね、苦言を呈したいのはね、この新聞だとか地元メディアの報道です。特に RKK 熊本放送、あと朝日新聞、これね、記事読んだんだけども、まあ、もう見出しにね、 LINE の既読スルーがどうたらこうたらって書いてあるんですよ。もう教育委員3人がね、町長に対して次の教育長の人事、あれはどうなんだと話し合いたいっていうようなことを言ったらですね、その LINE でなんか既読スルーされて、それで怒って辞任したみたいな、なんかそういう書き方なんだけども、まあでも記事でちょっと触れてるんですよ。教育長の人事に問題があるんじゃないかっていうことが触れられてるんだけども、じゃあ具体的になんで教育委員はね、そんな辞職までして教育長の人選に反発したのかっていう、その本当の理由っていうのが詳しく書かれてないんですよね、記事の中で。でも本来このニュースってそこがメインのはずなんです。だって LINE の既読スルーで教育委員が3人辞めますかっていう話です。やっぱよほどのことがあったんでしょっていうことになると思うんですよね。で、まあそのよほどのことっていうのが、それはまあ過去のその童話とか人権教育の行き過ぎたやり方で、まあそういうことについて、新しい教育長がね、またそういうことをやってしまうんじゃないかっていう懸念なんですよね。でもなんでね、その核心部分っていうのをぼやかすんでしょうかね。やっぱり童話だから避けたのか、あるいはまあ教育長ね、決まってしまうわけだから、そこであれこれ言うとなんか教育長からね抗議されるとかっていうふうに思ったんでしょうかね。でもやっぱり教育長ってね、やっぱ地元の特にまあ子供がで学校に通ってる人、まあ、学校に通ってる子供自身に対しても大変影響力の大きいことなわけです。だからそれは教育員さんに辞めるっていう、まあよほどのことがあったわけだから、じゃあ何があったんだっていうことはやっぱ地元の人も知りたいし、地元の人にちゃんと伝えるべきだと思うんです。だからそれを詳しく書かないんだったら、じゃあ地元のねメディア、新聞とかテレビの存在意義ってなんだろうって。でなんでね、この神奈川県のね、神奈川県人権啓発センター、自転車がわざわざ熊本県まで行ってですね、取材をするっていう必要性っていうのもね、本来だったらないわけです。地元のメディアがねちゃんと報じるんだったら、いやぶっちゃけうちに垂れ込みがあったわけですよ、そのこのことについてね、こういうことがあったんだけども、やっぱ童話が絡んでるっていうことで、ああやっぱりね、地元のメディア、こう核心部分をぼやかしたなと、ちゃんと報じなかったなっていうことで、まあ予想通りの結果になって、でまあうちが詳しく書いてるわけです。だからまあなるべくね、地元の小国町の方に読んでほしいんですよね。でまあ童話なんたらっていうのもあるんだけどもね、まあ、こういうことがあったら多分ね、新聞とかテレビとかで、ね、この教育長はけしからん、なんかやめさせようみたいなね、まあそういう叩く方向に持っていきたかったのかもしれないけども、でもやっぱり童話だからね、ちょっとねそういうこともできないかなっていうふうに思ったのかもしれないんですね。まあでもね、そんな寄ってたかって、じゃあその教育上バッシングするっていうことはしなくても、まあこういう経緯があったんだ、心配だなみたいな記事でもいいんですよ別に。だってもうね、10月1日付でもう教育長の人事決まっちゃってるわけです。議会も通ったし、だからそんなね、すぐにねコロコロとね人を変えるわけにもいかないし、もう決まったものはしょうがない。ただそれでもね、やっぱ過去にこういうことがあったんだっていうことをね、ちゃんとこう広めておけば牽制にはなるでしょ。その、まあ、教育長さん、あなたはねこういう人なのかもしれないけども、まあ行き過ぎたことをやっちゃいけないよという、まあちょっと牽制にはなるしね、その、まあ、地元の人が知ってればちょっと監視の目も働くじゃないですか、うん、だからね、まあその童話だったら避けるっていうね、そのメディアの姿勢っていうのも、まあそれはまあ一番ダメだと思うんですよ。この自転車の存在意義っていうのはね、そういうところにあるわけだから、うちはもう童話だろうと思うね、忖度はしないというか、まあ童話だからこそうちが報じるんだけども、うん、一方でその僕は別にね、そんな教育長辞めさせろとかね、なんかそういう感じのことも別に書こうっていうね
つもりもないですからね。まあ実際別にそういう記事を書いてないですから、うん、別にそれは小国町の皆さんが決めることだし、まあ実際議会で決まったんだからしょうがないでしょっていうふうに思うし、ただでもやっぱりね、それでも、地元の人には影響が大きいわけだから、一応まあ知ってもらって、ね、ちょっと教育長変なことしないようにっていう方でしないようにっていうふうに、まあ、地元の人がねちゃんとねこうかんしっかりとこうね監視していくっていうことは必要だと思うんです。でね、熊本にねわざわざ行ったのは、まあ、このことだけじゃないんですね。他にもやっぱりちょっとね取材したいことがあったんで、まあ、その複数いろいろとね取材するっていうことで熊本に行ったわけです。もちろん部落探訪もしてますよ。ただですね、ちょっとその取材以外にねやることがいろいろと多くてですね、あとちょっとね結構レンタカーが混み合ってて、あんまり長く滞在できなかったんです。まあ、実質1日半ぐらいしかね熊本にはいられなかったんで、ちょっと部落探訪もねあんまりあっちこっち行けなかったんだけども、でもちゃんとね熊本の部落探訪をしましたので、まあ、もうちょっとしたらあの YouTube このチャンネルでもやりますので、ぜひご期待くださいということでね、あの埼玉の部落探訪があったらちょっとね、まあ、そんないっぱいはないけども熊本編行きますので、このチャンネルとあと自転車の記事の方もぜひあの注目していただきたいと思います。この小国町の、ね、県以外にももう一つ出ますので、ではぜひよろしくお願いいたします。